足が邪魔ならポケットの中でも入れて歩いて、いつもと違う他人行儀な言葉遣いに一人で泣いたわ。あなたが出かけた寂しい部屋で邪魔ならポケットの中でも入れて歩いて、もしあなたに奥さんと子供がいて私が邪魔ならポケットの中でも入れて歩いて、最初からそんな気がしてたけど、あなたの口から聞かされるとは思わなかった。邪魔ならポケットの中でも入れて歩く。